本当25周年おめでとうございます。25年前の思い出というのはやっぱり、ユニフォームに関しては僕のプロキャリアをスタートしたユニフォームですので、非常に思い出深いユニフォームで、チームとしては本当に成績がね、うまく、いい成績が残せなかった時代だったのかなと思いますが、その中でも、一流プレーが来たりとか、非常に日本がサッカーで盛り上がった、そしてね、日本にサッカーというものはどういうものなのかというのが、ね、まだわからない時代で、今25年経ってね、いろんな世界と比べたり、日本のチームというのは世界で戦えるようになってきた、一掛けに、手がけた、年なのかなと、もう25年も経ったのかなと思いますね、早い。で、名古屋のその25年前の記憶としては、やはり非常にね、多くのサポーターがスタジアムに駆けつけていただいて、ミント選手をサポートしてくれたというのが非常に強い僕の思いかなと思います。思い出かなと思います。